カフジビヒエガ国立公園は、コンゴ民主共和国東部の国立公園。ルワンダとの国境にある、キブコ西岸に広がる国立公園で、カフジヤマトビエガ山の森林地帯を含むことから、その名がある。主にグラウアーゴリラの保護を目的として1970年に設定され、1975年に、当初の750平方キロメートルから、 現在の6000平方キロメートルに拡大された。1980年にユネスコの世界遺産に登録されたが、環境の悪化から危機にさらされている世界遺産リストにも登録されている。グラウアーゴリラの生息地であるという点に、この国立公園の最大の特色がある。ゴリラの亜種の中でもグラウアーゴリラは、今後民主共和国東部を中心とする一体の 高地にしか生息していない固有種である。他に、アフリカゾウ、ヒョウ、ライオン、チンパンジー、アフリカ水牛などの哺乳類、および今後の式体養調、アフリカ緑広橋といった鳥類が生息している。公園敷地内には、サバンナ、データン竹林など多彩な植生が広がっている。また、竹林や森林地帯は、ゴリラの生息域になっている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。カフジビヒエが国立公園ではゴリラを観察するための団体観光が許可されており多くの観光客が訪れた。その結果、風邪、はしなどの病気や人間を対象としていた寄生虫類が持ち込まれる結果となり、罹患死に至るゴリラが続出した。また、増毛を狙った密漁や 鉱山の開発、さらに、今後民主共和国の内戦など、国立公園の存立を脅かす、様々な要因に見舞われた。このため、1997年から危機にさらされている、世界遺産リストに登録されている。ありがとうございます。